はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。極光回収企画パート14かな15かな、まあどっちかやっていきたいと思います。でね、今回が西武戦となっております。まあ3、4位対決ですね。まあクライマックスシリーズの戦いですね。そうだね、まあ、2.5 ゲーム差開けてるということで、まあ、結構3位としてはいいポジションに入れてるんじゃないかな。うん、ということでね、今回も頑張っていきましょう。ピッチャーは桜井くんですね。結構桜井選手、やってるんじゃないかな。だから西武にも楽天にも負け越してて、うちってどこのチームに勝ち越してるんだろう。これじゃ見れないよね。これで見れるね。ソフトバンクには1負け越し、あ、オリックスは結構勝ち越してるんですね。ロッテには、あ、ロッテにめちゃくちゃ強い。楽天、西武、あ、でも3チームに負け越しときながら一応3位に入れてるみたいですね。逆に西武は楽天とオリックス、ソフトバンクは同じような感じですね。ということでね、今回も早速頑張っていきましょう。嫌な、ちょっとね、嫌な情報として高山くんが怪我しておりますショックだね。すごい、何これ、よう怪我しなかったね。よし、じゃあ今回もね頑張っていきましょう。よし、まあ今日もねチャンスピンチ操作でーす。相変わらずだね。オッケー、頑張っていきましょう。まあ本拠地ですしね、気合入れてやっていきましょう。左ピッチャーということで、うわー、ようこれ怪我しなかったよね本当に。まあ由伸ファースト、近所使おっか。そうだね、あれ視聴にもいいけどな、視聴に使いたいね。東出選手使おっか。井端大丈夫かこれ、怪我しないかな、ちょっと怖いですけど、まあ24ぐらいなら大丈夫でしょう。キャッチャーも谷繁繁に変えましょう。まあそうだね、あとはいい感じかな。まあそうだね、守備位置も別に問題ないかな。よし、あと打順ですね。そうだね、平沢くん6番、2番岩手行こっか。あー、でも左ミート F だもんね。平沢くん2番とか行ってみようか、たまにはね。視聴率、この辺は誰が行ってもあまり変わんない気するけど、東出選手の方がいいね。6番行こっか。こんな感じで行きましょう。まあパシッとハマったんじゃないかな。ゲイ、おこいくん1番っていうのもね、久しぶりに見れるんじゃないかな。久しぶりとか初めてかな。まあ高山選手がほとんど出てたからね。まあうちの首位打者が消えたっていうのはなかなかしんどいですけど、消されたのかな。僕が調査してない時にね、怪我したんですけども。まあね、まあセーブして消せばね、まあなかったことになるんですけど、まあそれしても面白くないなということで、一発勝負で来ております。まあ、由伸、平野、まあその辺は結構怪我してるかな。ガッツとかはね、結構怪我してないかな。頑張ってくれてるんじゃないかなと思います。頑張っていきましょう。お、いいよ、いい立ち上がり。あ、いいね。お、おこいくん、いいよ、盗塁しろ。盗塁。よし、来た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 。さあ、打ちますよ。いや、動画的には結構連勝してるんじゃないかな、今ね、調子いいですよ。投球は93で打撃は79、いや上がってきてるね、なかなかと。厄介だね、まあ面白いね。やべ、ゲッツやべ、ゲッツはか、よし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 、危ない危ない危ない。次は由伸、さあ頑張っていきますよ。打つよ由伸で、広角打法を持ってるのは、まあ、確かにレフトスタンドにホームラン打ってるイメージも、まあでもライトスタンドに持っていってる時の方がかっこいいよね。いいボールだね。抜けたらラッキー。よし、田中健介やってるし、西武では田中健介が活躍してますね。よし、高橋いいよ、しぶとく持っていったね。さあ、飛距離、さあここで一発いこうぜ。どうだ、さすがそれ抜けへんか。くそ、マード前、いや初回に1点あげられたのでかいんじゃないかな。わお、お、いいね、素晴らしい。お、バント、いやいいね。さあ、おこいくん行こう。さあ、おこい選手行きましょう。いやー、中居が活躍してるんじゃないかな。本当に1年間通してね、
ずっと出続けてくれてますし、一番打順ついてるからね。なるほど、そうですよね。さあ行こうぜ。外低め、ワンボールツーストライクと追い込む。なんか早いね。どのように料理していくか。あれがサークルチェンジだった俺今終わってたかもしれない。打ちました。完全に押されたね。優勢、いいピッチングするな。よしよ、素晴らしい。打て、素晴らしい。いいね。いけ、一人。よし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 、来たよ。イバちゃん、東出か。東出選手ですね。あれ、左見ると結構高くなかったっけ、気のせい。いや惜しいな、もうちょっと惜しい。ボール球だったんだ、すごいね。走れ走れ、いやー惜しい。もうちょっとだったね。どうだ、やられた。やべえやべえよ。まあ2点差あるからね。もう強いプラスなんだよな、僕が一番苦手な難易度。ランナーを増やしています。エスボランダーを浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。おそらくね、ダブルスチールみたいなことはないと思うんですけどね。これが2球目、ファウルボール。よしよしよし、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。1球高め見せようか。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。危ないね、チンジアップ当ててくるか。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので、低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。いや、なんかちょっと振ってくれるからね、期待したんだけどな。よし、完璧。いや、吠えてたね。いや、完璧なんじゃない、ボール的には。いいチェンジアップいったね。こういうのを巨人でね、巨人の桜井くん、実際のね、あのシーズンで見せてくれるんじゃないかな。よし、チャンスまるなんだ、怖いな。カード、そうですね。オッケー、セカンドが抑えた。よいしょ、なんとかねやりました。頑張ってるよ。お、しぐしぐいいね今日。おっと、おお声来ました。お声さすがです。さすが、盗塁を狙えるんじゃない。どれぐらい盗塁してるなら、ちょっと見てみよう後で。二塁タッチもセーフ。さあ平沢くん打つよ今日。なんかな、2球目は何か。よしよし、ナイバッチ。いや、今日の優勢打ちにくいんだよなって言おうと思った瞬間に打てた。言わなくてよかったね。よかったよかった、ナイバッチ。いやいいよ、しっかり得点できてる。相手がパーフェクトであってもしっかり得点できてるっていうのがね、大きいんじゃないかな。サワラちゃん、お、落ちるんじゃない、落ちるんじゃない、落ちたら面白いよ。よーし、ナイバッチ。やっぱり4位のセーブには差を開けてね、どんどん差を開けておきたいところですからね。さあピンチはなるべく積んでいただきたい。いいね。さあどうだ、お、いや、しげしげ、ここで打てなかったか。いや、しっかりこう、秋山らへん打ち取ってるのがすごいよね、桜井くん。かっこいいなと思います。って言ったら、あ、フォアボール。お、いいよ。お、すごいね、ほんとに。ナイスピッチングです。いやー、向こうも、ピッチャー良くなってきたね。先に点取れてよかったね。お、代打。うわー、いかれた。坂田選手結構バッティングいいからね、僕は結構好きな選手です。さあ、そして打席には斉藤が入ります。さあ、バント警戒は違うだろう。ここを抑えて反撃の目をしっかり積むことですね。なるほど、そうですね。ストレート、よし、ビシッと決めてきます。高め、すぐに追い込みました。よし、誘ってきました。さあ、チェンジアップ、極めています。ラッキー、ここは空振りを取りました。浅村一番か、かっこいいな。党員だったよね、党員時代思い出すな。すごかったもんね、本当に。やばーい、危ねー、危ない危ない。それ得意なんか、それ厄介。これが3球目。よし、ナイスボール。さあ、チェンジアップでしまいや。あー、サードの置き方間違えた。ホームに送球。ケイ、いやー、やりたくないな、ここまで来たら。桜井君に完封してほしい。よし、オッケー。平沢君交代してる、怪我してなかったらいいけどな。お、優打来たよ。
さあファイターズ、さあ打ちましょう。追加点のチャンスを迎えています。ここで1点でも多くね点取っとけば楽になりますからね。ノーアウトランナー2塁っていうのはいいよね。どうだ落ちるか、落ちなさそう。いややめとこう。さすがの視聴でもあれの当たりは無理でしょう。いや惜しかったな。さあしげしげ行こうぜ。なおもチャンスは続きます。バツボタンで打てばよかったな。よしバツボタンで押そう。チャンス丸なんだ。よしバツボタンで打ったら正解でしたね。いや無理だろう。さすがにね。さあイバちゃん行こうぜ。よし流し打ち。イバタといえば流し打ち。これが決まると本当に面白いよね。もう外角低めにストレートが来たらもうラッキーと思いますからね。丸ボタンを構えてるときにね。さあおこいちゃんホームランと最後まで攻め続けてほしいですね。あ今日はピンチはしっかり抑えチャンスはものにしてるよ。また打撃のねあのスピリッツになりそうなんですけどね。ピッチャー操作がピッチャー操作やばい。相手のピッチャーの能力がね間に合わなさそう。しげしげ足をせー、さすがに無理でしたね。爆走、まあ、5点あるんで大丈夫じゃないかな。どうだやばい。よしやりました。 OK 素晴らしい完封だね。てかピッチャー陣がいいね。ここに来てなんか序盤はこう落ち込まれてるイメージがあったけど、まあ、少しずつ選手にも慣れてきたプラス、うん、何もしなくても頑張ってくれてるイメージがありますね。いや動画でも結構練習が増えてきて、いや誰も怪我してなければいいけどな。ここが怖いな。大丈夫かな。なんか嫌な予感すんな平沢くん。お何もなかったね。よかったよかった。おそらく大丈夫ですね。お大丈夫大丈夫。よかったね。よしじゃあね今回はこれぐらいで終わりたいと思います。次回はねこのロッテ戦かなを取っていきたいと思ってます。おそらくねクライマックスシリーズ出れるんじゃないかと期待してるんですけどね。ちょっと怖いのはありますけども、今 3.5 ゲーム差、まあ、2位もありえるからね。今後、ね日ハムが頑張ってくれることを期待しております。それではご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではソスケでした。さよなら。